こんにちは。本日は 2022BBM ベースボールカードルーキーエディションを開封していきたいと思います。ようやくね、カード開封始めて2022年になって初めてね、公式で出てくる、ルーキーエディションをね、開封していくんですけども、今まで、9年度版っていうんですかね、2021年の、バージョン開けてたんですけども、そっちの方もね、まだ、何種類かあるんですけども、ついにね、本格的にカード開封を始めてから、ようやく同じ年に、やってるバージョンっていうのを、開けていく形になっていくと思います。でね、今日この、ルーキーエディションなんですけども、おそらく、自称日本最速でね、動画投稿するんじゃないかなと思ってるんで、裏側にチェックリストがあるんで、ちょっと見てみたいかなと思ってます。よいしょ。ここから、レギュラーカードとしてね、日本一になったセ・リーグから、ヤクルトのルーキーが来て、阪神、巨人、広島と来て、ここにね、ブライト、ケンタ、ドライチから、ウースケ、石森、宮、星の、福本という形で、ドラゴンズの、ね、選手が入ってます。で、レギュラーカードに対して、この辺かな、ニューフェイスというか、多分この辺が、注目の若手みたいな形で、土田くんがね、ノミネートしてますよと。で、インサートカードが、スターティングポイントってことで、多分今、一戦で活躍している選手の、今と昔みたいな感じじゃないかなと。間違ってたらね、すいません。あとは、クローズリレーションシップということで、確かね、去年とか、同じ高校とか大学で、別球団に指名された人の、なんかカードが入ってたかなと思います。でもう一個が、ルーキーオブザイヤーということで、去年の新人王の、栗林くんと宮城くんが入ってますよと。あとは、スペシャルインサートとして、直筆サイン、あとは、この、ドライチの、スペシャル交換券、サイン色紙の交換券みたいなのが入っているんで、この辺が当たったら、引けたら最高かなと思ってますが、とりあえず、ドラゴンズのね、レギュラーカードとか集まったらいいなと思ってます。ではね、開封していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとね、前置きが長くなっちゃったんですけど、いや、ついにね、本年度版というか一番新しいバージョンをね、こう動画の中に、収めることができて、ちょっとね、テンションも上がってるのと同時に、今日オープン戦開幕というかね、1試合ちょっと中止になっちゃったから、多分今日が各チーム初めてだと思うんですけど、初めてね、対外のオープン戦ということでね、立浪ドラゴンズが見事阪神タイガースにね、2-1で勝ちましたといった形になってますんで、気づいた方はね、いらっしゃるかと思うんですけども、僕が今下にね、いつも多分こう裸で置いてるんですけど、監督のタオルをね、敷かしてもらってます。なのでちょっと今日はね、そのオープン戦のね、結果とかも交えながら話できたらなと思いますんで、よろしくお願いします。では、早速ね、開封していきますんで、いや、まさかこう自分でこう動画を撮り始めるとも思ってなかったし、早速開いてない。ちっちゃい頃に集めてたのが、また、こうやってね、集めたいなとかって思ったりもするとも思ってなかったんで、非常にね、もう大人なんですけど、ドキドキしてます。はい。では、いきたいと思います。渡辺選手。岩田選手、田中選手、松川選手、ロッテのね、ドライチですね。なんかだいぶ良さそうで、
これが、小林選手のニューフェイスですね。これが多分期待の若手枠みたいな形だと思います。古市選手、京本選手、北山選手、秋山選手、田中選手、山崎選手、お、ニューフェイス出てきました。土田くんの下に、これはあれですね、インサートですね、スターティングポイント、お、森友哉選手の、インサートですね。多分今とルーキー時代みたいな感じになっていると思います。田中選手、大川原選手、佐藤選手、はい、今のところね、ドラウンドの選手がねまだ出てきてませんけども、まあ、1枚ね土田くんが出てきて、まあ、今日はね、メンバーには入ってなかったんですけど、結果出してねまた上がってきてほしいですね。では、そう、今年はドラゴンズの選手が育成を取ってないんで、カードの枚数も自体も少ないかなとは思うんですけど、まあ、6人分ね全員取れたらなと思ってます。加藤選手、梶原選手、この間ヒット打ってましたね。小木田選手でいいのかな、そうね、合ってるね。山下選手、お、出てきましたね。クローズリレーションシップの、早稲田で出てきた、徳山選手と、西垣選手、これに、ね、サイン版があるらしいんで、多分すごいかっこいいですよね。じゃあインサートですね。はい、花田選手、柳沢選手、お、来ました。鵜飼選手、ウースケね、今日ね、9番 DH で出て3打席で確か2-0だったんだけど、まあ、フォアボール1個取ったんでね、まだまだ期待しますし、期待しなきゃいけない存在です。皆さんね、顔と名前を覚えてください。井崎選手、前川選手、村川選手で、ニューフェイス万波選手ですね。お、大勢選手、そうそう、ただドラ1の選手にはあのレギュラー版みたいな形で越外のシークレット版っていうのがあるみたいなんですけどね、まあこれだとどっちがどっちかわからないっていう、まだわかりませんが、原選手、笹原選手、そう、育成の選手がカード化されてるのも多分これだけっていう話なんで、まあ、レアになるのか、まあ、これがね育成からシャイカスになって価値が上がるのかっていうところだと思うんですけど、吉川選手っていう形になってます。今日先発ねエースの、ね、大野雄大が投げて、まあ、2回、まあ、無失点でね、まあ、乗り切ったのは、まあ、やっぱさすがだなと思いますし、まあ、やっぱちょっとね不安定な部分があってフォアボール2つ出しましたけど、まあ、チームのフォアボールも多分この2つだけだったかなと思うし、まあ、それの後出てきた、まあ、岡田くん、田島陣で、近藤くん、清水、藤井氏とね、良かったと思いますので、まあ、特に岡田選手なんかね、あの先発に行くかもっていう風な形なんで、3回1っていうのはね上出来だと思います。滝本選手、森選手、小園選手、ニューフェイス、お、北選手、北選手もねすごいね、あのいい選手になると思います。そして来ましたね、法政大の、クローズリレーションシップということで、山下選手と、三浦選手、
よいしょ。で、岡留選手、阿部選手、阪神の選手もね、今日ルーキー投げてましたね。ピッチャーの子忘れちゃった、名前ちょっとど忘れしてましたけど、亀田選手、東出選手、佐久間選手、高木選手、ドガイチルーキーの達選手、スターティングポイント山田哲人選手、若いっすね、8年前かな、このピッチャーです、桐敷選手、そう、右バッターのね、うちにはすごいグイグイ言ってたね、多分左のね、バッターに3連打されたんで、まあ、そこはちょっと課題かなと思うんですけど、いいピッチャーでしたね。鴨内選手、西垣選手と、まあ、絶対数がなんか少ないから、まあ、しょうがないのかなと思うんですけど、ドラゴンズの選手がまだウースケ1人しか出てないっていう、岡井くんがね、こう大きくなって、まあ、今日同じくね、石川くんがノーヒットでしたけど、まあ、この2人が台頭してくればね、一回りも二回りも多分強くなってくると思うんで、期待しましょう。前川選手、小森選手、村山選手、内山選手の、ニューフェイス、向の木選手、古市選手、松浦選手、竹澤選手、松本選手、早水選手、藤野選手、来ました、我らドライチ、ブラケン、ブライト健太。あ、見えちゃった。まあ、2軍の方にはね、投げましたけど、まだまだ、まあ、素材というかね、なんかもう結構ガタイいいなと思ったんですけど、やっぱこう、キャンプ見てたらね、だいぶ細かったんで、まあ、やっぱね、ブラケンの身体能力を生かすためにもね、あとやっぱ5キロぐらいやっぱ太ってほしいですね。期待してます。で、今ね、ちょっと見えちゃいましたけど、東京ヤクルトの、柴田選手。これは銀白のサインですね。自分に期待ということで。まだまだね、ちょっと12球団のルーキーでね、顔と名前が一致しない選手も多いんで、ちょっとここでね、覚えたいなと思います。前田選手、坂口選手。星野選手来ましたよ。星野真央。この間ね、紅白戦練習試合でね、結果も出してたんで、この後成長してほしいですね。まあ、初回だったかな、岡林くんがね、ツーベース打って、まあ、ビシエドがね、こう返したっていう形で、まあ、だいぶいい流れですね、先制だったんで、よかったですね。中田選手、中村選手、大里選手、及川選手の、ニューフェイス、吉野選手、石田選手、鈴木選手、長谷川選手、村川選手、野口選手、佐藤選手、ニューフェイスの、野村選手、これは金箔っすね、ファイターズの、水野選手、このユニフォームなのもなかなかレアですよね、多分もう動いてる姿はこのユニフォームじゃないんで、なんか活躍してくれたら価値が出そうですね。
豊田選手、柳川選手、亀田選手、そもそもね、ルーキーエディションの箱を開けてる動画もなんかあんまり見てなかったんで、どれぐらいの封入なのかっていうのがいまいちつかめてないですけど、あとこれ入れてね4パックになるので、これをね気に勉強します。池田選手、山本選手、三浦選手、武藤選手の、ニューフェイスを、スターティングポイントの、近藤選手、福島選手、早水選手、白木選手、新谷選手、正木選手、田中選手、ロッテのねドガニーの池田君だったかな、そうね、いい選手ですよね。おドガイチ、黒原選手、ニューフェイス土井投手、中川選手、宮森選手、竹田選手と、あとはそうね、今日は、小林君がね、猛打賞、3本目のヒットはね、ちょっと、ラッキーチックではありましたけど、1本目、2本目はね、正真正銘のヒットですし、強打も2本打ったし、競争してる、阿部さんなんかもヒット打ったし、10本打ってね、2点しか取れないとかっていうとこともありますけど、きっちり10本打てるっていうのがね、大事だと思いますんで、徳山選手、河村選手、丸山選手、渡辺選手の、ニューフェイス、お、緑サイン、また、これまたファイターズの、松浦選手。確か白サインの種類が5種類ぐらいあるっていう話だったんで、で、一番上がね、なんかスカイブルー白のワンオブワンですよね。菊池投手。期待されてますね。安田選手。川崎選手。川村選手。竹山選手。三浦選手。八木選手。吉野選手。赤星選手、花田選手、アリゾン選手、坂田選手、野村選手、園部選手、隅田投手、あ、ドガイチですね、福島投手、お、出ました、福本君。そうね、6枚しかドラゴンズがない、やっぱ出てない感じがしますけど、一応これで4人分ですかね、多分出てますね。サイ選手、富田選手といった形になりましたと。今回、2022のね、ルーキーエディションを開けて、よいしょ。スターティングポイントが、全部で、3枚ですかね。森友哉選手、近藤選手、山田哲也選手。で、クローズリレーションシップの、早稲田、法政ということで、この2枚と、あとは、白サイン、緑の、松浦選手、銀白、柴田選手、金白の、水野選手といった形になりました。本当にね、こう、皆様というかね、先輩方の動画も見てない、初めてね、自分で開けた形になりますんで、ちょっと買っても分かりませんでしたが、このような形でございましたと。今日ね、残り、あとちょっとありますんで、続けて開けていきたいかなと思ってます。では、本日も、
ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた、次の機会お会いいたしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。